こんにちは、ゴッドファーザーということでですね、今日は、今日はというか今日の先生の動画を今見てたんですけども、今回はあれですね、 YouTube についてのお話が あったかと思うんですけども、これからの YouTube についてということでですね、お話しされてました。で、YouTube はですね、ここ5年ぐらいですか、視聴者数はまあ頭打ちで相変わらずなんですが、発信者がですね、発信者がって今裏返っちゃいましたけど発信者がですね、プロの方が、芸能人とかテレビ局の方が、参戦されてるっていうことが、おっしゃってましたね。なので、一般人がこうアクセスを求めてい、く時代っていうのはですね、もう終わったんじゃないかっていうふうに、お話しされてました。で、これからはやっぱりこう少ないアクセスをいかにこうそこの関係を深くして、濃くですね、して信頼を得ていくとかですね、そういうことになっていくんじゃないかなっていうふうにおっしゃってましたけども、やっぱりその YouTube も本質的な部分にこうなんていうかこう修練されていくっていうか、もう本当おっしゃる通りですよね。あの悩み事とかがあって、それを解決したいと思ったら YouTube でまあ調べて、僕なんかもそうなんですけど、分かんないこととかですね、あれこれどうするんだろうっていうのをとりあえずまあ調べてみると、でそこで出てきたものを見ていく、で、自分に合うものとか感じいいなっていうふうに思ったものをチャンネル登録したりとか、また見ようとかですね、思うわけなんで、やっぱりその辺はもうそうなるべくしてなっていくんだなっていうふうには感じました。はい。でですね、今回はその信頼関係とか、人柄とかですね、トーク力っていうのは重要だと思うんですけども、それ以前にですね、まず続けられないとそこまでいかないというか、そういう話もできないままいなくなってしまうという状況があるよっていうふうにお話をされてまして、いつだったかな、ちょっと前にもやっぱり1年こういうやり取りもですね、1年はみんな続かないんだっていうお話をされたりしてましたね。で今日も、ヒルズ族でしたっけ、先生が始められた時の当時のですね、同僚の方というか、仲間の方ですよね、はもういないとおっしゃってましたんで、やっぱり非常にこうやっぱり厳しい世界ではあるんだなっていうのは感じられるところなんですけれども、やっぱりそのそうだヒルズ族っていうのはあれですか、分かんないですけども、いろいろ教えていただいたとは思うんですよね。技術的なこととか、こういうふうにした方がいいよとかですね、そういうアドバイスとか、そもそもこれはこうやってやるんだよとかで、いろいろあったと思うんですけど、そういうその知識としてはですね、理解はできて いたんだけども、それをじゃあ自分でやってみるっていう時に、それができないというような状況なんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でこれ別に人のことをどうこう言うわけじゃなくてですね、今僕はそういうふうに感じてたんで、そういうふうに思ったんですね。でちょっとね、そんな話をですね、先生も前でされてましたよね、そういう話ね。で今これ僕が株を始めた時に買った本なんですけど、だから 3,4 年前とかですかね、買ってみてたんですけど、ちょっと付箋しちゃったんですけどね、ここか、この人も同じようなことを言ってました。ですね、知ることとできるようになることは全く別のものです。私の想像では、その技法を身につけようと努力し実行する人は極めて少ないのではないかと思いますということなんで、こういうことなのかなっていうふうに今ですね、これ当時読んだ時、一応ね、こう黄色いペンでこう引いてはいたんですけど、これ本質的にはあんまりよく分かってなかったんですね、その当時も。で今もう多分分かってないと思うんですけど、なんとなくこうね、いろんな角度でこういろんな人から聞くと、あ、そうなのかなっていうのを思うところですね。でやっぱりこう知識では分かってはいるんだけども、それをじゃあ実際その体を動かしてやってみるときに、やっぱりこうトレーニングというか訓練ができてないからできないってことなんでしょうね、っていうふうに思いました。でここをですね、YouTube に置き換えると、やっぱり動画を毎日上げるとか、数多くですね、上げていくとか、休まないとかですね、
そういった部分になってくるのかなと思います。まあ、それをやることによって初めてそのトーク力が良くなったりとか信頼関係とか、まあ、人柄っていうのはちょっとね、まあ、あれですけども、底上げされていくのかなっていうふうに思いました。なので、まあそうですね、まあ最終的には前回の話、モチベーションに頼りすぎだとかですね、頼らないとか、そういう話になってくると思うんですよね。自分がもうちょっと今日だるいなと思ってても、まあ、それは関係ないと、もう決まってんだからやるんだとかね、そういう話、もそういう話になってくると思うんですね。だその話ですら、その僕はですね、先生から聞いた話なんで、それをじゃあ実行できてるのかっていうと、なんかそこも怪しい部分があってですね、その実行していくっていうのは非常にこうやっぱりこう胆力っていうか根性が必要なんだなっていうふうに感じたところですね。だそこをねどういうふうに今後していくかっていうのが課題かなと思います。まあ、幸い僕はこういうふうに先生と直接ですねお話ができるんで、まあ、動画を通してですけどね、できるので、その分ではですね、まあ、なんていうかな、モチベーションに頼るなっていうことなんですが、こういうことで、まあ、やらなきゃいけないというある意味ですね、いう感じに状況に、置かせていただいているというかね、そんな幸せな状況ではあるんですけれども、まあ、それでもやっぱり同じ状況の方でも1年、持たないということなんで、そこをですねちょっと真剣に考えてですね、そういうふうにならないように、なんかこういつも考えていきたいなと思った今日この頃でございます。なんか今日はですねこうちょっと感想的な感じで小学生みたいなそう思いましたみたいな感じなんですけど、まあこうやって話す聞いていただく前提でこう話すとやっぱりこうダメなとこがこう浮き彫りになってきますね。やんなきゃいけないこととか、ここがダメだったんだっていうのが浮き彫りになってくるんで、非常に良かったと思います。まあ、良かったのは僕だけでですね、まあ、先生はもう聞き役みたいな感じですね、聞いてるだけみたいな感じになっちゃうんですけども、お世話になっております。よろしくお願いします。はい、今日はですねこんな感じです。はい、またですね、ちょっと動画の方もですね、どんどん上げていきたいなと思います。まあ、ちょっとネタ的にねいろいろ考えていくんですけども、やっぱり この動画を始めるにもですねやっぱり時間がかかるんですよね。30分とかいろいろ考えちゃったり撮り直したりするんで、そういうんじゃなくてやっぱりこうスッとこう出てくる普段だから、それが普段なんですよね。普段の人柄とか、そういうことにつながってくると思うんで、そういう時間もどんどんこう詰めていくようにしてですね、数取ってですね、詰めていければなと。もうパッとスイッチ入れたらすぐ特に何も考えてないけど何話そうみたいな、あじゃあこれ話しますかみたいな感じですね、まあ、先生のように、なれればいいなと思っておりますんで頑張っていきます。ではよろしくお願いします。ゴッドファーザー、さよなら。